今日は七夕チラシ寿司ケーキハンバーグ煮込みいただきます。今日は七夕なので、星を見に向かってます。天の川見えたり後ろでちょっとね電話してる人いるんでちょっと会話がわちゃわちゃしてると思いますけど、撮影も終了、帰ります。はい、はい、こんばんは、上前です。はい、今ね星見て、帰ってきてちょっとゆっくりしてたところですけど、今日はね結構お昼はずっとまあ、作業があったので編集作業とかねしてたんですけど、まあ、夜ぐらいはねちょっとリラックスしようと思ってちょっと遠くなんですけどまあ行って、まあ、星見に行くとかねそういうことをしてみました。笹の葉ねちょっと仕入れるの忘れてて家にある、観葉植物のねパキラに短冊をちょっと下げてお願い事みんなね来た人に、書いてもらって置いてあったんですけど、星がね今年はすごい綺麗でしたね。去年ちょっと覚えてないんですけど、かなり晴天で、雲がねたまに走って過ぎる通り過ぎることあったんですけど、大体はもうすごい晴天で、すごく綺麗に見えました。南部のね海の方に行ってきて光がなるべくないところをねちょっと探して、星を見に行って、でちょっと毎年かわかんないんですけど今年の七夕はね新月にすごい近くて月ももうないような感じでかなり、真っ暗な状態で撮れて、まあ、写真もね撮りやすかったっていうのもあるんですけど、やっぱりねこの撮影、まあ、動画撮影に、まあ、明るいレンズということで、35mm のね 1.4 持って行って、で、16mm、35mm のね、Gマスターレンズ持っていったんですけど、星の写真もね、ちょっと撮ろうかなと思って、まあ、軽くね、撮ってみたんですけど、まあ、やっぱりね、こういう状況だと明るいレンズ欲しいなって思いますね。ワイドな方の。はい、35mm で撮ったんですけど、F2.8 のズームレンズね、Gマスターレンズとやっぱり比べたら、もうかなりね、明るさが違うんですよね。 1.4 と 2.8 っていうね、この差ってやっぱ結構大きいなと思って、まあ基本的にね星空の写真をねあんまり撮りに行ったりしないので、まあ、そんな必要性はないかなと思うんですけど、まあ、こういうシチュエーションになった時にねなんかいいなって思いますよね。まあ優先順位の方で上の方にあるレンズではないですけどね、もうそれだったらねもうちょっともうちょっと欲しいレンズがあって、まあ、そっからちょっと攻めていきたいかなって、はい、思ったんですけど、という感じでね、まあ、夜は、まあ、こんな時期ですからこういうイベントのことはねなるべく、ちょっとやるようにしてるんですよね。まあ、家族だとか、まあ、この世帯に住んでる人とね一緒に、まあ、やるようになるべくしてて、まあ、こういうのをやらないとねなんか楽しみがただでさえちょっと少なくなってきてる世の中になってるような気がして、旅行とか行けないし、まあ、アクティブにね何かをするっていうことがねちょっと難しかったりとか
かするので、まあ、こういうねお家でできることだとか、まあ、身内だけでねできるようなことはなるべく企画して、まあ、晩ご飯ね一緒に食べたりだとか、ちょっといつもと違う料理作ってみたりだとか、こういう時期だからこそ思い出になるようなことをねしていけたらと思っています。皆さんどういう感じで七夕過ごせましたでしょうか。明日はね先日撮影したまあちょっとスポーティーな撮影みたいなのをしたんですよ。ルーメイトのね久米さんの広告写真みたいな感じで、まあ本人の顔が写ってなくてもいいけど、上半身とかこれくらいまでのこのフライヤーとかそういうのに使えるように撮った写真があって、でその時ね、まあ、久米さんなので、まあ、撮影様子をちょっと撮影してていいかってことでね、もちろん OK いただいて、その様子とちょっと解説みたいなのを入れながら撮った動画をアップしようと思っています。なのでね、興味がある人いたら明日ぜひ動画を見に来てください。動画が良かったらいいね、評価とチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。では皆さん、また次の動画でお会いしましょう。